来た来た。一発目だ。ヨガセに最適です。よいしょ。来た？なんかゴミでも引っ掛けたか。ほら。カゴじゃーん。おもろいな。ごめんだよこれ。嫁がやだ。嫁がやったやつだ。嫁が作ったんだ。お前がさっき仕掛け釣ってきたのゴミを。噛んでんじゃねえんだよ。もうちょっと遠投した方がいいのかな。ね。いいんじゃない、もう足も。切れたい。遠投してみよう。ゆっくり入ってった今。浮きがゆっくり入ってる。ほら見て、微妙な感じ。泳いでる。これさ、胴巻きになっちゃうんだよね。さ、さっきもそうだけど、こんなかわいそう。こんな、これちょっとやめようかな、このサビキ。二連結だからさ、ちょっとなんか違う。すごいね、ぐるぐるじゃん。ぐるぐる、さっきもこういうのぐるぐるになっちゃったの。時間差になるとぐるぐるになっちゃった。ちょっとこれやめようね。そうだよ、来た、見て、来たよ。あ、おでこ、仕掛けを耐えた途端にこれだよ。え、でか、これ25センチぐらいありそう。25はない。何センチ？22、12ぐらいかな。ほら、22ぐらい。あ、来たぞ。同じぐらいのサイズ。ね。うん。よいしょ。いいね。20センチないよ。サバ。でもでか、アジが。ほら、サバと同じぐらいの。20センチ超えてる。もう来た、ほら。すごい引くなこれ。めっちゃ引く。絡んだか。絡んだ。落ちたかな。よし。来た。地合いすごいね。うわ。ああいいね。うん。あれ、一匹出てちゃったよ。超いっぱいでついてきた。いいね。もう入れるとすぐだからさ。おー、びっくりした。いや、ほらほら、すげーじゃん。すげーみんなでかいよ、このサイズ。
るとすぐだよ。入れるとすぐ。早いよね。とても早い。そうでしょ。あっつまに来るよね。すげえでけえ。これ多分20何センチある。中くらいだね。そこに落とすすぐだよ。ペロンチョだペロンチョ。ペロンチョだって。ペロンチョだペロンチョ。人差しで十分。またさらにね、昨日より大きくなってる。やっぱ楽しいね、試合。よし、じゃあちょっと投げるか。ちょっと待ってればいい。バック編だろう。私もかかったもん。もうちょっとゆっくりしない。あ、ほらいいよ。すごい、やば。ほら、あ、落っこった。下の方にやっぱ大きいのいるよ。ほら下側だ。そうだね。味だな、おい。いい味だよね。いい味だ。やっぱり持ってってやろう。この引きがやっぱり楽しいよね。呼吸、シュッと止めたりするとグッと入るから、ちょっと合わせてみる。いや、これこれ、うん、途端に当たりが良くなった。見切られちゃってたんだよ、これ。うん、結構いい引きしてますよ、これ。すごい。あれ？何これ、見て。やった、デカカマス釣れた。見て。うん、いいじゃん。いいサイズ。この人はあれだ、スレ係。すげえな、何匹、10匹ぐらい。網入れようか、じゃあ。うん。これでかい。おい、大変です。これ並べられません。何匹、あー、目が痛い。9、惜しい。マスが9、今のところにアジが25ぐらい。さっきも持ち帰りでかいのだけ入れちゃったけど、100ぐらいって言ってるよね。いいサイズのはね、取っといたけど、ちっちゃいのはもう全部リリースしちゃったから。でしょ。私たちも試合の時にやれば、うん、次の課題です。